こんにちは。今年はハンドメイドを仕事にするということで行動しています。今日は、今まで2012年から販売をしていて、今まで売れたものをじっくり見たことがなかったので、それを見てみたいと思います。2012年から今まで売れたものを調べてみました。バッグ類が29点、ポーチ類が22点、あとはスマホポーチ10点、タブレットケース6点、パスポートケース1点、そして手帳ケース15点、スタイ5点です。布小物を中心に作っていて、時々アクセサリーも出してたんですけれど、アクセサリーは1個も売れてないかなです。でトートバッグとか、ボネポーチになってる、ボネじゃないよ、バネだよ、ね、母子手帳ケースが売れ行きっていうことなのかな。母子手帳ケースは確か全部出してるものは全部売れていると思います。よく使うものとちょっと手のかかるものが売れているのかなと思います。2012年から2014年にメインに売っていたんですけれど、値段もすごく安くしていたし、その時はそんなにライバルもなかったので、出していればまあそこそこ売れたんですけれど、それ以降は出しても全然あんまり売れてなくて、ちょっと調べたみたけど参考にはならないかもしれないと自分で思ってきました。でも母子手帳ケースは最近も売れたので、ちょっと手の込んだものだったら可能性はあるかなと思いました。今日は自己分析、自分の売れたものをと改めて見てみました。最後まで見てくださりありがとうございます。さようなら。